ゆうた、ゆうま、しゅうが、あむぎり。雨を楽しめるようになってからが大人、やまと。この後です。今日は何？今日は傘。最近ちょっと雨季が長引いてるの。長引いてる。ちょっと待って、鼻にずれた。ずれた関係ないでしょ。ジェイス、こうやってやらないでしょ。おぉ、クソ虫やん。7月って言ったらひまわり、太陽、夏休みなイメージだな。大人になってからなんか夏休みがこうずれ込んどる感じがする。子供の頃は雨で遊んでたりしたからじゃない。雨の日にさ、ダム作ったりしなかった？したしたよね。斜めってるとこにこう泥をこうやって泥ダムが作った。めっちゃやってた。雨降るたびにもうダム。せっかくなこの雨を使ったね、企画をやっていきたいと思います。皆さん、傘パクられたことありますか？無限大じゃないですか。ある。これどういう時に傘パクられる？変なタイミングで降ってきた雨みたいな。予報とは違う時。あとビニ傘。ビニ傘だったらパクってもいい。言っちゃえばこれ窃盗っていう立派な犯罪じゃないですか。これが横行している世の中は僕は許せないと。もう許すなよ、行ってこいよ。お前政治家になれよ。頼む、世界を変えてくれ。変えてくれ。そういいやん、動画コンテンツの目線から変えたいのよ。俺は政治家系 YouTuber になってくれ。でも腕に差し込む一筋の光山。残って企画で変えたいな。ということで本日の企画、絶対にパクられない傘製作対決。おぉ、本日ビニール傘の方をね、5本用意させていただきました。代表的なパクりやすい傘。これはだからまあチャリでいうとこの、あの銀のチャリ、銀でカゴ黒の、あのチャリはやっぱパクられやすい。パクられやすい、多いから。今から1人ワンアイテム。ワンアイテム、ワンアイテム、何でもいい。難しい。でも何でもいい。でこの傘をパクられない傘にしてほしい。別名でちょっと雨が降ってる日を選びまして、午前中にいっぱいさ、傘をさせるとこあるとこに僕たちが作った傘をぶっ込んでいきます。で僕たちは離れます。でどの傘がパクられていくのか、パクられない傘を作ったやつが勝ち。ネズミ捕りやん、お前やってること。ただ別にそのパクった人を追うとかそういうことはしない、ね、ただパクられるのかパクられないのかっていうのを見たいだけ。でもこのロットってかっこよく行きたいみたいなのがあるじゃないですか、うん、なんでダサくして持ってかせないみたいなのはスマートじゃん。例えば、まあ、ピンクに塗るとか、そうでもありなんだよね。ただそこはちょっと十字架背負ってもらいます。残った傘で武器を過ごしてもらいます。マジか、はい、残ったのに罰ゲームな。誰が残せるかなの。うん、でも真っピンクの傘をさせるっちゅうやつは真っピンクの傘でいいからね。僕はですね、ちょっと先手打つようで悪いんですけど、この傘の中にお酢をぶち込んで取られたら、そいつお酢でびちょびちょになるようにしておきます。取られなかった場合の一発目自分で。まあ一晩でみんな作って明日の朝集合したいと思います。じゃあ明日の朝にジャーン。ということで傘作成してきました。我は自信ないなりみたいな人が最初に出るべきだ。自信はあるわ。あー、自信あるな。自信ないっぽい。あのオープニングで喋ったことをそのままやってきてしまったなり。やば、通りで臭いと思ったんだけど。いや、まだやってないですよ。はい、気がついた。それはマジだ。じゃあとりあえず僕の方、こちらです。はい、ということでですね、僕はね、この傘にね、先ほど言った通りこのね、お酢を使ってね、一工夫していきたいと思いますよ。結構強力な匂いがしちゃうんでね、家でやっちゃうとね、最悪な感じになっちゃうんで、現場に着いたらうまく調理していきたいと思います。ケチャ。まあこれをどうにかするのかな。まあ本当にひどい人間だな。言っちゃえばダメなことだもんね、その傘を。まあそれは犯罪非正規ってことで、間違えちゃうパターンもあるからね。間違えちゃった時に巣が降ってくるって、もう本当に障害罪とかに値する感じがありますから。今これさ、勝手に裁判してください。勝手に僕たち全く加入しないんで。誰も取らないでくれよ。世界一愛想笑いやん。オッケー、言えばこんな感じ。まあ匂いってことだよね。そしたら匂いつながりで、僕お腹だったんですごい静かな声でちっちゃくなってるんですけど、気にしないで見てください。音量大にしてお願いします。あの、僕の傘はこちらになってます。ということでね、傘の製作やっていきたいと思います。こちらのね、ビニール傘、これみんな平等に配られた傘なんで、これを一つ仕掛けてやっていきたいと思います。いろいろ考えたんですけど、夏ということでね、風物詩利用していきたいと思います。バーン、蚊取り線香。蚊取り線香を傘にね、まぶしていって、傘をパクろうとした人のおばあちゃんおじいちゃんに大事にしてもらった心、懐かしの気持ちに浸ってもらって、傘パクるのやだなって思わせる人情見作戦でいきたいと思います。まあ、こんな感じでね、まず傘刺すじゃないですか。あ、いい匂いですね。やっていきたいと思います。待って、おばあちゃん苦しいでしょうね、撮る人は。こんなにされたら、まあこんな感じで匂いつけて本番ね、持っていきたいと思います。それでは
バイビーン。見た感じなんもんだ。これサボったんちゃいますの。ちょ、見てもらっていい。うわ、通りで臭いと思ったわ。悟り線香ってさ、おばあちゃん家とかいいイメージあるね。だからまあ、傘をね、こう取りに来た時にバーッて開いた時に、ふわっ、フラッシュバック、おばあちゃん家、田舎、田舎のいい人。いや、論点ずれてるよ、お前。田舎のいい人たちが頭の中に出てくるから人情味に訴えかけた。あー、なるほど。防ぎ方、これはおばあちゃんが使ってるやつかもしれないと。うわ、もうこのおばあちゃん濡れちゃうわってなるよ。若者の傘っぽいやん、哀愁漂わせてみる。なるほどね。これは、じゃあ頭使いました。じゃあ、開いてみていい？ダメだ。てか、それ一発しか紅葉なくね。まあ、大体そんな何回も狙われないですから。一回開けてみる。匂い強烈だから。別にずっと残る匂いじゃないから。それ、俺別に嫌いじゃないから。あ、でも本当にすごい、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 すごい。俺、パクりたくねえね。こう、頭にこうやるやつみたいな。外ですからね、開く。いや、だけど、なんで雨の匂いだよ。頭に入ってくるもんがあるよ。まあ、僕は人情味の傘になってました。いや、素晴らしい。あ、角度が変わってきた。そうなんです、うまいことやったんで。言うと楽しみなんですよ。結構、ちょっと見せないように。来た来た来た。結構楽しみ。僕が作ってきた傘、こちらです。はい、ということでね、僕が傘を作っていきたいと思います。僕一個思ったのが、傘をパクる人ってね、男性が多いんじゃないかなって思うの。偏見なんだけど。だから男性がこれを持っていった時に、うわ、これ恥ずかしいなって思わせることが大事だなと思ったわけ。そういう羞恥的な部分を俺はついていきたいと思う。ヒューバコーン、グラマラスバタフライ。すいませんね、ちょっと僕のキャラっぽくないんですけど、これね、目立つからね、誰も持っていきたくなんないと思う。ちょっと一回やってみるわ。はい、できました。くせ、これ見える？これがさ、こう置いてあってもさ、取れなくない？ここ触ったらヌメッとしてんだよ。僕はこれで挑みたいと思います。こちらです。やばすぎ、まずい、まずい、まずい、やばすぎ。備え物を思ったんだけど、傘をパクるのってさ、男じゃん。この男の羞恥的な面をゴリゴリに攻めていったんだろう。まずさ、これがさ、こう傘立てになっててさ、上でこれ見えたら触んないじゃん。触んない。まあ、これすごいわ。てか、家だってバタフライ派なんや。いや、じゃこれがだから派手だから。あった。じゃこれ聞いて、松木雄でね、買ったの。あそこの松木雄よ。あそこの松木雄で一人友達バイトしてる。してるしてるしてる。いたらどうしようと思って。さすがに買えねえわ、いたらと思って。レジパッと見たら、いるのよ。たまたまね。いや、もうこれダメだと思って。ドンキー行くまで、でもねえなと思って。もう帽子パッてかぶって、マスクここまで上げて、買ったんだよ。バレなかった？バレなかった。バレないんだ。もうここまで買うしかねえと思って。めんどくさいやん。ゴミをここに入れてるっちゅうのは見せる。何言ってわかんないよ。まあ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 。ありますけど、今ある水ぶくれみたいな。まあ僕はこんな感じ。うわー、ちょっとね、これ人気落ちましたね。僕の傘はこちらです。ってことで僕なんですけど、普通の傘をとりあえず作るんですけど、特に変わった傘は作んないんですけど、僕が持ってんだぞっていうことを分からせてあげたいので、悪そうな僕をコピーしてきたんで、これを切って傘につけたいと思います。わー、できたー。どう、この仕掛けたまんないでしょ。ってことで僕の傘これです。はい、これ。いや、エロいやつじゃないの。あ、開けてみに。開けたね。開けた後だ。エロいじゃねえ。来た。なんで？テレスリーさ。あ、自分だ。おむぎりか。いや、俺。いや、このね。自分がマイブームみたいなヤンキー。いや、悪いけど、俺が1位だ。俺は 100% 取られないし、別に自分でも使えるから。ですね、僕の傘はこちらです。はい、ということでね、傘作っていきたいと思います。僕がやることはめちゃくちゃシンプルです。ということで、僕が用意したのはこちら、テープラーですね。まあ、ここでね、打った文字がそのまま、テープとして出てくる。まあ、こんな感じですね。こんな感じのテープとして出てくるんで、僕はね、これにちょっとね、名前をね、貼りたいと思います。まあ、ただ僕の名前書いてもただの自己紹介になっちゃうんで、まあ、ちょっとお名前をね、お借りしていきたいと思います。ほら、出てきた。ほら、おー。ということでね、僕は朝倉未来さんね、朝倉
ミクルさんの傘パクりしてないでしょって思って、まあ、町の喧嘩自慢しかパクらないと思うんでね、敬意を払いつつ、こうやって朝倉ミクルさんのシールを貼らさせていただきたいと思います。楽勝でしたね。こちらです。もうこの袋を取ってすらないです、僕は。ちょ、ここ見てもらっていいですか。お前なんか最近発想力サボる癖あるな。お前サボったな。あれ、いや、ちょっとまたなの、これは。わかるやん、みんな。え、違うってその、取る人も。え、え、え、でも、多分俺が一番お金は買ってて、テイプラーっていうやつ買った。多分買った。家にあるだろ。実家にあったら、お前、多分それ。お前は本当今日ダメだよ。何今日お前知ったか匂いしたり。ねえ、知ったか匂いしたもんね、さっき。さっきあれですよ、あの、だから臭かったんだみたいな2回目誰にも触れられてなかったです。うわ、道理で臭いと思ったわ。悟り線香ってさ、おばあちゃんちとか出揃いましたか。で、ちょっと揃えます。で、5つ傘出揃ったんですけれども、マネージャー、はい、どれが一番パクられなさそう。使わなきゃいけない面も含めたら、ヒューガが一番いい。マジそうだよ。俺は心に訴えかけてるんだヒューガ。そんなとこ考えなくていいよ。だってパクられたら終わりなんだ。確かに。ということでね、今からこれちょっと街に設置しまして、夜の時間にね、誰のがパクられてるのかをちょっと検証していきたいと思います、うん、それではやっていきまーしょう。はい、ということでね、まあさっきまでめちゃくちゃ晴れてたんですけど、まあご覧の通り大雨ですね。まあ今ゆうまくんがちょっとセッティングしなきゃいけないということで、はい、ごめんなさい。入れすぎだよ。椅子ももったいないから。すごいね、倒れ程度で。うん、待てろ待てろ待てろ。うわ、怖え。まあ、マサイだね、マジで。ということでね、今ちょっとコンビニ前来てるんで、まああそこの傘立てに僕たちの傘を投入していくと。じゃあ、刺しに行きましょうか。はい、これヤマトのミクルさん。で、これ僕のカトリセンゴヤマトの前に刺す。バタフライナイト。バタフライナイトっていう武器なんだ。これ、ムズのやつは僕のです。はい。ライブは壁切りやつ。まあこんな感じで傘が刺さっていると、まあやっぱここの上の3つが持ってきやすいのかな。まあこれでね、ちょっと景観見て、まあ検証企画なんで、まあ最後また夜ちょっと見に行きたいと思います。はい、じゃあ夜にじゃーん。はい、ということで、夜の10時になりました。おはようございます。で、昼間が晴れてて結構夕方土砂降りで、土砂降りで、ちょっとあのアムギリくんがね、俺いない、いないんですよ。その間にちょっとあのお酒コンテスト、もうおもろすぎるわ、お前。一回写して、一回写して。カロー、カロー、カルーク。これ写してほしい、これ。いる、これ。ということでね、アムギリ君なんですけれども、お酒の企画をやってね、まあ見事ぶっ潰れてしまったと。今、死んでます。まあ、一応写す。ああ、こういう感じね。こういう感じです。あ、OK、ダメです。はい、OK。アムギリ君の傘があればね、別に問題ないんで。じゃあ、結果発表です。はい、はい。まあ一応ね、まあこの企画パクられない傘選手権なんで、会った人はすごいな、会った人はガッツポーズじゃなきゃいけないな。オッケーオッケーオッケー、行こう。もう行きましょう。え、ないやん、何本か。マジだ。え、マジじゃないやん。いくらいない。これも違う。え、待って、あ、これ俺のだ。あ、いやいや、オスだ、オスだ、くっそ、オスだった。あ、オスワンじゃん。これ違うんだ。これヒュー、イブシ。俺のだ。ヒューヒューがのある。めっちゃすごい優秀。いやいや、待て待て、アムギリのないのやん。お前もない。いや、アムギリのがないのって普通にヤバくね。世の中であのアムギリを刺してるやつがいるでしょ。俺が優勝じゃない。優勝だね。なんでやねん。この後も使えるわけ。使えるやつ、使える。いや、別にパッとパッと刺してみて。あ、別に全然使えるね。俺の匂いってこと。まあ、匂いがこれなかったらいい。うわぁ、ほらほら、ちょっとしかしない。いや、ちょっとすんね。ちょっとすんね。うわぁ、やっぱ、やっぱするわ。すいません、開こうとしてません。こう開いちゃダメだ。うわ、くそ、やばい。なんか今日暑かったから蒸発したのかな。そう、あんまりね、ビタってなんない。てか一回誰か開けたんじゃね。むんちゃある。マジ臭い。いや、てかガチでなくなってることがやばいけどね。本当にやばいよね。普通にやばいね。2本傘なくなってるからね。気をつけた方がいい。まあ、対策としてはその蚊取り線香がコムドットの推しだな。なんかすごい世の中になりましたね。ここの撮る場面をさ、撮ることもできたわけじゃん。なんかカメラ設置して。でもそれはね、ちょっと俺らのやりたいエンターテインメントからブレるってことでやらなかったんですけど、検証企画でしたけれども、はい、またなんかやってみたいね。やってみたい。なんかパクられない車とかでやりたいな、いつか。お金持ったら。お金持った。ベンツとかめっちゃ並べてさ、鍵開けといて誰のがパクられるんだろうみたいな。財布とかも。ああ、いいね。盗まれないですね。まあそんな感じですかね。はい。じゃあちょっとアムギリ君潰れちゃったんですけど、まあ、この動画もいつか出るんで楽しみにしていてください。はい、はい、それじゃあまた次の動画で。